皆さんこんにちは。あれ思ったよりも金が鳴るのは早かったんですね。音楽が先に入ってそれから金が鳴るつもりだったんだけど金が鳴り始めちゃったので先に金から始まりました。今ですねかかってる曲はサブスクで、ウォーキングって入れたら出てきた曲でね、なかなかいいですね。ウォーキング with you、 あなたと一緒に歩いてるっていう曲だって、いい曲ですね。タイトルがね、お聞きくださってるあなたと一緒にこう歩いてるというような気持ちでこの番組をやってるというようなねことになりますね。で今日の第1部は食べ物から見た聖書、なかなかこの辺本ねすごい本で、河野智美先生、専門が食べ物の方でこれまでしばしば取り上げましたけど、食品辞典全12巻ですよ。辞典ね、食品辞典っていうだけですごいのに全12巻ドンと出してしまったというね、すごい人ですね。で信徒の友という日本キリスト教団出版局が出している月刊誌に食べ物と聖書っていう連載をまあ数年なさったんでしょうね。でそれがまとまって本になったというこれですけども、小麦っていうテーマであって、それがなかなかね深いなぁとちょっと思ったので、それをご紹介したいと思います。小麦、あれ小麦の話どこ行ったのかな、パンの意味をっていうやつかな。すいません、なんかうっかりしてまして、小麦の持つ重要性、小麦の持つ重要性っていうね一文をなしておられまして、その聖書の中に小麦が出てくる例がたくさん多いと。それはその小麦が生活の中で重要な作物だったっていうことですね。でこの食べ物大先生としての面目躍如で、小麦というのはメソポタミアで栽培種の良いものが、作られた。でメソポタミア文明は西はギリシャ、ね、西はギリシャ、エジプトを経てヨーロッパ全体へと広がると、ね、当然エジプトの影響が強かったパレスチナも小麦が主要な作物であっても不思議ではないっていう、この短い文章の中にもう歴史と地政学両方をねピシッとこう入れて、そういう文章ですよ。学識豊かなね、確かな知識に基づいた文章、しかも食べ物から見た聖書、聖書と食べ物の接点っていうか、聖書に書かれている食べ物っていうこと、またその食べ物という角度から見た聖書のメッセージっていうのを新鮮にね浮き彫りにしてくれる、そういう文章であるわけですけども、そのアブラハムのことが次に出てくるわけですよ。アブラハムはカルデアのウルにもともといたのが、その豊穣な三日月地帯を通ってユーフラテス川上流のハランを通って南下してでパレスチナに至ってるわけだから、ね、このハランというのはメソポタミアの一地域で遊牧地ではあったけど、間違いなく小麦文化に接してる地帯、ね、だからアブラハムの子孫がパレスチナの地で、増えていった。その時にこうエジプトに売られたヨセフがもうピューンと、すごいね聖書の話、アブラハムからアブラハムの子孫、それからエジプトの方に、
飢饉を逃れて逃げて、ちょっと待ってよちょっと待ってよ、よく思い出そう。そう、パレスチナカナンの地で、アブラハム、イサク、ヤコブで、ヤコブの子供が、男の子が12人、その中のヨセフというのがお兄さんたちに妬まれてエジプトの国に売られてしまった。ところが数奇な運命を経てヨセフはエジプトの総理大臣、ね、ファラオから任命されて、エジプト全地を統治する、ね、そういう立場になった。ヨセフがパロの夢の解き明かしをするということがあった、ね、それでこれから大豊作が来るけど、その後大飢饉が来るということをパロの夢の解き明かしによって明らかにした、ね、次に来る飢饉に備えた、ね、この飢饉の際彼を売り飛ばした兄たちがパレスチナから穀物を買いに来てヨセフに対面する。ハラハラするような記事が創世記の42章にあるのである。だからこれ聖書を読者もよく読んでないとなかなかわからない。もう私が今細かくアブラハムの子、イサクの子、ヤコブとか言ってたようなとこまで河野先生はとてもとてもね書いてたらまどろっこしいし、書いてないもう読者は当然そういうことを分かってる人たちだろうという前提でスッスッと書いてるわけですが、このこうヨセフが采配して備蓄してエジプト周辺諸国からもみんな売ってください売ってくださいと買いに来た穀物は主として小麦ではないだろうかっていうのが河野先生のご指摘なんですよね。聖書には小麦と書いてないがね、すごい読み込んでますよ。あれエジプトの話だから小麦じゃないのかなと思ったけど、やっぱり雑誌に書くという責任性があるからもうしっかりもう一遍読み直してお調べになったんでしょうね。ああ聖書よく知ってる牧師さんに聞いたりもしてね。そうすると聖書にはこのくだりに小麦ということは明記されないけども、当時すでに小麦は重要な穀物であったはずである。だから非常に聖書に対しても真摯な姿勢で学術的な姿勢で河野先生が向き合って書いておられるということがわかるくだりですよね。そして食べ物の専門家の方から見てもまあエジプトの穀物といえば小麦ということはというね、エジプトというのは小麦を使ってパンを焼いた世界で最初の国なんだって。しかしパンを焼くには小麦でないとダメで、大麦、大麦はダメ。なぜかというとそのタンパク質ですね、それがこうイースト菌がプーッとこう気体を出す時にそれをこうピュッとこう閉じ込めておく粘っこい、何グルテンが小麦でないと形成されない。でライ麦とか大麦ではそれができないっていうねご指摘、これももう食べ物専門家でないと知らない情報ですね。でパンが作られたのは紀元前4000年頃のエジプトだと。この大切な作物がエジプトで作られていたことは、まあ、出エジプト記9章31、32節、アマと大麦は打ち倒された、大麦は頬出しうんぬんと書かれ、はっきり小麦の穂も出てくる。でここで今うんぬんと言ったのは出エジプトの記事なんですよ。出エジプト記。しかもそのモーセがファラオに交渉して、だからさっきのヨセフの話からまた400年ピューッと経ってるわけだね。聖書の話を知る人はもう昔へ今へ未来へと一足飛びにピュンピュンピュンと、そういう時代の構想っていうことをね
持つことができるわけで、まあ日本の歴史っていうのもそういう視点でね、聖書に親しんだ者たちは見ることができないかもしれませんけども、そのモーセのヨセフが総理大臣で優遇されて、ユダヤの民がエジプトにやってきた時代から400年、イスラエル民族は奴隷とされてしまっている。その時にモーセが出現して、神様の命によりイスラエル人をエジプトから出エジプトさせる。ところがファラオはそれを許さない。それで塔の災いというものがエジプトに下った。その中でその雹が降ってくる。雹って言ってもあの虎とかライオンの仲間ではなくって、気象現象の一つですよね。あの、あられとか雪ってあるじゃないですか。で、もっと氷の塊、しかもその最近でも非常に大きな粒のものがガンガンと降ってきてね。人的被害とか作物に被害を出したっていう、どういう動画なんかも上がってますけども、そのエジプトにもたらされた災いの中に非常に雹が降ってきて、穀物がやられると。で、その時にね、雹が降って作物がダメになるが、その際、あの、すべての穀物がやられちゃって、もうすっかり食べるものも、もう全部なくなって、しまったということではなくって、この河野先生がよく目を皿のようにして聖書を読むと、小麦といった重要な作物を倒すことは除外されていたということがはっきり書いてある。それはさっきうんぬんで済ました、甘と大麦は打ち倒された、大麦は頬を出し甘は花が咲いていたからである。でそれに続いて、小麦とスペルタ麦は奥手であるため打ち倒されなかった、ね、小麦は打ち倒されなかった。重要な作物を倒すということはね、雹によって得られるということがしな、ないように神様しておられたって、そこを河野先生食べ物専門家として指摘してるわけですよね。で、神様はどうしてエジプトの人々が飢え死にしてしまうほど全ての穀物を徹底的にやってしまうというふうにされなかったのか、ね。そこに大きな意味を私は見出すって河野先生ですよ。たとえ、異教の輩であり、イスラエルの人々を奴隷としてこき使ってきたひどい人たちであっても、そのイスラエル民族だけを生かし、エジプトは滅ぼしてしまう、全滅させてしまう、というようなことは神様されなかった、ね。そういう読みはとっても大事じゃないか。しかもここで大切で、しかも味の良い小麦が雹の打撃から除外してあるね。小麦ってのは一番美味しくってパンを作るんだったら小麦でないと作れないですよ。そういう大事な小麦は雹の打撃から除外されているということですね。最も上等な重要な穀物小麦を雹被害から除外されたというところにね、神の意思というものを考えてみたいということですね。まあそういう目でこう書いてる、この食べ物から見た聖書ね、なかなか1985年に出た本ですけど、本当にいい本だなと思います。さてね、エッチさんが映画の今帰りですっていうことで、映画見に行かれたんです。いいですね。いい映画見ると心がね、潤う感じがしますね。Y さん、食べ物、おにぎりから見た聖書。聖書にはおにぎりは出てこないかもしれないですね。米に該当するものって聖書に出てくるんだろうか。河野先生にね、電話して聞いてみたい気がするけど、もうご存命でない可能性は高いですね。さてね、音楽が切り替わりまして、まあ第2部クリスチャン新聞タイムスリップの方に進んでいくわけですが、今日はノートの方に記事を書きましたので、それをですね、見ていきたいと思います。さてね、YouTube じゃなくって Facebook
Facebook にそれを貼りました。その Facebook に貼ったのがこれですね。いつものようにそのノートに書いた記事のヘッダーが、ここにヘッダー画面が現れてくるわけですが、ちょっとねぼーっとしてますね。ピントがどうやったらピントがあるのかな、ピントがどうも合わない。あ、こういう感じね。で、こうなかなかこうね、画像作るのにね、苦心しましてね、30分ぐらいかかったかな。で、昔のこのブラウン管のテレビね、の中に、この服を、赤い服を着たね、5人組の歌い手さん、これはね、5対5っていうグループなんですよ。で、この中のスティーブ・フォックスっていう人が、まあ、クリスチャンになっちゃったわけですね。で、そういうご縁で、キリスト教の関連の番組で、この五代五が、ね、ライブを、代々木の体育館でやって、それをキリスト教の番組が中継したと。で、この五代五のライブと、それからその、世界の孤児たちとクリスマス、というテレビ番組が一部二部制でやってね。で、この五代五っていうのは、ガンダーアラ、ガンダーアラ、they say it was in India っていうね。そういう曲なんですよ。チャララララララランラン、ララ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 ン。ですか、私のこのノートに入っていきますと同じヘッダーがあって、視聴率が全てではないが心に届く番組なのにっていうことでね、うん、ドラマ最有機のエンディングテーマガンダーラを歌って1978年大ブレイクをしたライトでフュージョンな、フージョンじゃないな、フュージョンなロックグループ五代五、この五代五の説明はいかがでしょうか。ライトでフュージョンなロックグループ五代五で、ガンダーラは若者世代に支持され、2ヶ月にわたって歌番組、まあベスト10とかいうやつでトップ10入りした2ヶ月間ね。で、こうガンダーラが当然のことながら YouTube が貼ってあると。もう大サービスですよ。ちょっと音がちっちゃいね、ガンダーラね。けば、どんな夢も、叶うというよ、誰も皆生きたがるが、あまりに遠い。ちょっと違ってますね。その国の生ガンダーラ、遥かにあるユートピア、どうしたら行けるのだろう、教えてほしい。ガンダ、これがスティーブ・フォックスね。スティーブ・フォックスがボンボコボンボコボン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 ということでね、ベースを弾いてるわけですよ。ベースベーチストね、ベーチストのスティーブ・フォックス、このが入ってる五代五はビューティフルネーム、銀河鉄道39など大ヒットを飛ばしたグループで、この五代五を召喚して視聴率が 3% だったっていう記事をね、こういうふうにクリスチャン新聞の1981年1月18日号に書いてますよ。うん、視聴率は 3% と低調っていうことでね。で、私のこのノート記事は結局懐かしい。Y さん嬉しいこと言ってくれますね。何その曲って言われたらね、私の歌ったのに立つ瀬がないですけど、やっぱり懐かしいとかって言ってもらったらね、非常に嬉しいですよね。うん。で、この 3% しか取れなかった数字っていうのは、これチャンネルは東京12チャンネル。今のテレビ東京。テレビ東京。なんですよね。だからテレビ東京っていうのは非常にユニークな路線で、もっとメジャーな放送局よりも自分は違う姿勢でやるぜっていうことでね、あ、そこが支持されてる曲なんだけど、あ、この当時この時間帯がね、
この五第五を召喚して第一部第二部第二部が五第五のチャリティーコンサートの実況中継ですよ。すごいね。力入ってますよね。あ、代々木第二体育館2500人収容可能のところ2000人の中高生が詰めかけたっていうことでね、放送時間1980年12月24日クリスマスイブですよ。しかも夜6時半から8時というゴールデンタイムにこういう番組をテレビ東京東京12チャンネルさんはぶつけてきたということでね、第一部がクリスマスと世界の孤児たち30分、第二部五代五院クリスマスチャリティーコンサート1時間、これが2部ということでボンとぶつけてきたと。でこれはキリスト教プロテスタント福音派系の全国テレビ伝道協力会、関東テレビ協力会による提供と、まあ、制作協力で、番組制作は東京12チャンネルということでね。だからこれ異例の形でして、今はですね、制作までキリスト教の採用で作っちゃう、あるいはテレビ局の方がなんかキリスト教絡みとかクリスチャンの人の番組やっても、そのキリスト教会とは関係なしにっていう形しかないんだけど、まあ後にも先にもこれだけだったのかもしんないけども、そのキリスト教の長距派団体が提供っていうことはお金も出したっていうことですかね、が制作協力、して、それで東京12チャンネルが制作した。で視聴率が 3%、 テレビ東京がまあ1年間の視聴率、平均視聴率ってあるわけですけども、このゴールデンタイムですね、6時半から8時というゴールデンタイム、まあテレビ東京、東京12チャンネルが持ってる視聴率、平均視聴率 6% のところがまあ 3% だったっていうことなんですね。でこの記事が読み込めば読み込むほどなんかいろいろね感じてしまうところがあって、さっき指摘したように五代五っていうのはもう超人気グループだったわけですよ。でそれのライブということでね、でそれも含めての1時間半の平均視聴率が 3% だから、テレビ業界的には惨敗ということでね、そのことをクリスチャン新聞脇見出しを立てて指摘してるんだけど、なぜこんな低視聴率だったのかっていうところが全然突っ込めてないというか、触れられてないというかね、逆になんかスーッとかわしてるっていう感じなんですね。それでそのクリスチャン新聞の記事を読むと、私ちょっと首をひねるところがあって、まずそのテレビ連動協力会がポスターとかチラシを作って、その一番大事なのは地域協会ですよ。東京とか埼玉とか群馬とかね、そのテレビ東京の電波が届くところの協会が、まあ事前告知をもう自分の知り合いの人たち、特に若い人たちにした。だから一部二部一体のクリスマススペシャルっていうことで大いに広告したわけで、それプラス当日の新聞のいわゆるラテ欄ですよね、この横組でずっと組んである、そこにクリスマススペシャルで、その一部と二部が別番組の体で新聞には載ったということに、クリスチャン新聞としてはね、その教会の方で案内したのと混乱が起こってしまったとかってぼやきを書いて、もう一つは第一部の中で羽鳥明牧師の伝道メッセージの部分があったけど、それが30秒ほどしかなかったというふうにね。だからなんかスーッと読んだら、視聴率が 3% しかなかったのはテレビ東京のそういう番組の作りのせいだとなんか言ってるのかなっ
と感じさせられるようなね、うん、教会の方では一部二部通貫一体で案内したのに、テレビ東京の方の不手際でなんか第一部と第二部の五代後のコンサートが別物みたいな感じで候補されたから、でもそれで視聴率下がるっていうことないわけですよね全然関係ないはずなんですよ。だからこれ五代後のコンサートも含めての 3% だったのに 3% しかなかったということに着目すべきでね、結論的に言えば視聴率については事前の地域諸教会による世間への告知が結果的に及ばなかったという点こそが反省点であるべきだろうっていう私の、まあこの記事が出てから40年経ってのご指摘ですけども、でなんでこういうこう煮え切れないね書き方になってんのか、視聴率 3% だったとかって見出し立てといって、それは教会で一生懸命宣伝しなかったからでしょう、宣伝が足らなかったからでしょう、いくら統一五大五が出るってテレビ台に出てもなかなかもっと視聴率が稼げるということにはならなかったというわけだというふうにはクリスチャン新聞がまあ書けなかった背景というのを、私がまあ自分がここで働いた、私が入社するまあ3、4年前の記事ですよね。だから雰囲気が近いわけだよね。だから 3% っていう数字自体、東京12チャンネルからテレビ連動協力会とかクリスチャン新聞に伝わってきたわけど、テレビ局側の意図としてはね、もっと頑張って告知してほしかったということだったんじゃないのっていうね。そう、俺でクリスチャン新聞は重々それは分かってるんだけど、まあ読者ということはこれからもクリスチャン新聞を買ってくれるかどうかっていう人たちの受け止めを考えると、とてもそういうふうにはね、教会の告知が足らんかったんちゃうかというふうには書けないという、なんとも生煮えの記事となったという推測を私は書いてると。私はどうも時代的にはクリスチャン新聞がそのテレビ東京側のね意図、に気がつかなかったのと、まあ諸教会がそのテレビ局サイドの意向などに全く無頓着であった、無頓着であったということの、まあ両方である気がするっていう書き方をしてるわけですよ。そうだとしたら、テレビ局にとっては日本のキリスト教会はそんなにありがたくないパートナーということになってしまうね。キリスト教会側からね、この時は多分今をときめく五代後のコンサートをね、そんな高いギャラ払わないでお宅のテレビ局でね中継することができますよって多分話を持ってったんじゃないかな。なかなか知恵者がいたんでしょうね、私の憶測ですけども。でそれにテレビ東京が乗って、じゃあ番組は私らの方で作らせてもらいましょうっていうことで、こう日本でキリスト教というものが持っている良いイメージ、あるいは良い実践、これまでのね過去の実績ということで、クリスマスと世界の孤児たちっていうことでねやった。で視聴率 3% だけど、私はこの番組やった意味がすごくあってだということとともに、その日本の教会がまあ公共性で、私のこの記事の中ではやっぱりテレビだとか、あるいはその番組の中で取り上げられた国際協力、それから国際的なこう福祉の働き、そういうものに対して弱いっていうかね。だからその番組を見た若者たち 3% しか視聴率なかったとはいえ、見た一人一人の若者たちには非常に反響があって、自分もこの番組第一部で取り上げられたような、海外に行ってですね、海外の孤児を助けるような、そういう国際協力の働き、福祉の働きをしたいっていうような反響がね、どん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 寄せられた
ということをクリスチャン新聞のもう一つ後の記事なんですね。2月1日号っていうのに、まあ載ってまして、版の本がね、載っちゃいましたね。なんか、まあちょっと、行けるとこまで行こうっていう感じでね。これがその、さっきの視聴率 3% と別の、その後追いの別の州の記事なんですけども、その中で一人一人の反響があって、で私が言いたいことって、まあ、この記事をダイレクトに読んでもらったらもう一番よくわかるんで、もう時間が来てしまいましたのでここに留めたいと思います。でお聞きになってるあなたに、天地をお作りになった誠の神様からの豊かな祝福と守りと導きがありますようにお祈り申し上げつつ、今日の生放送これにて失礼させていただきます。それでね、大事なのはコメント欄ですよ。西遊記は読売テレビ放映、よく覚えてらっしゃいますね。あ、懐かしい。イエローマジック、これが主題歌。モンキーマジックか。モンキーマジックってやつだね。モンキーマジックってやつね。なんとなく覚えてね。それでは失礼いたします。